あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。さて、次は、第3ステージかな。第3ステージ?第3エリア?なんて言うんやろ。マネビトを連れて出発するか?出発する。最初の、ん?っていうのがいつも間抜けよね。では、マネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨー。イーナンアゴマサリトヒヨー。キエーイ!ここもキエーイだけはわかるんやけどさ、その前のやつ、イーナンアゴマサリトヒヨーって言いよらんやろ。ゴニョ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 って言うよ、なんか。おーし、出発。へい。今回は、廃墟エリアの、コースか。第3コースでいいんかな。ここ。手に入る材料は何かのエキスと、ポーの魂。ポーって何やろ。アイテムはアームショットと空気壺、ファイアグローブ。アームショットってことは、爆弾がありそうな予感。ってことで、勝手に予想して大爆弾の服で。嘆きの迷宮1。嘆きの迷宮。またなんか、嫌な感じだなぁ。てか、ここ全体的にさぁ、なんか幽霊おるけん嫌なんよね。お、道ができた。さあ、みんな行こうぞ。え?消える。マジか、消えるんか。今、消える直前にちょっと光っとったよね。道。ってことは。あー、待って待って、マジでそこで。いやー、それはちょっと予想だにしていなかったわ。おし、さあ、行こうか。気をつけよう。ちゃんと行こう。ちゃんと歩こう。はい、オッケー。ってことで。はい。空気壺を手に入れた。Y でいろいろぶっ飛ばせ。そして。ああ、違う。アームショットは爆弾の服の。アームショットを手に入れた。Y でアームが伸びるぞ。プレイヤーに向けて撃つと。よっちかよっていくことができるってことね。はい、ファイアグローブを手に入れた。あ、あんなとこに回復のやつおる。Y で火の玉を発射。長押しで火の盾にもなるぞ。もうすでにハートが3つもなくなってんだよね。厳しい。ちょっと上で拾っとこ。へえ、びっくりした。イェーイ。ハートを出しておくんなまし。はい、これで、オッケー。奈落の底に落ちていった。ごめんね。かわいそうに。で、ここも多分、消えるやつだね。おーし、頑張っていこう。さっさっさっさ。あ、なんか、ちょっと待って。今、左に爆弾があって、右に、多分、ファイアグローブで、炎を灯すところがあった。ん?消えないの?あ、消えないのかな。あ、待って、消える。多少消えるまでに時間がかかるってことか。ちょっと。さあ、じゃあ次は、やっていこう。まず爆弾。二人を落としてしまった。ごめんね。さあ、行こう。待って、ちょっとやり直した方がいいね。あー、回復の子がいない。ちょっとギリギリかな、そこ。よし。次こそ。はい。おし。今度はちょっと普通に落ちるとこだった。まっすぐ。オッケー。んで、これを、こっちに。あ、で、次あれだ。あ、あっちにもなんかあるじゃん。ちょっと待って。これ。は。なに?待って。ごめんね。一人見捨てた。あっちにも、っていうかあれだ。なんだろう。時間が経ったら、元に戻っちゃうやつだ。ハイスピード勝負来たぞ。ちょっと待ってね。じゃ、とりあえずこれを、ポイってやっ。ちょっとそこ届いてないよ。あ、届いてる。ちょっと待って。待って、どうすればいいの?ごめん、二人見捨てた。いやー、どんどんハートが。ちょっと待ってね。とりあえず、はい。これで、
もう一回。焦るな。焦るな、私。こっちに二人投げといて。からの、さっきのでも全然爆風でいけてたんだね。ああ、これはダメ、これはダメ。これは、いくらなんでも届かない爆風。じゃあ、一旦ちょっと待って、もう一回行くよ。ほい。そこの回復残しとくべきだった。よし。で、次こそ、落とすなよ。オッケー。振りじゃないけんね。はい。これで、次。次、ここつけるでしょ？その後にこっちで。へい。あー、いけた、よかった。え、ここステージ1だよね。何事なの？難しいわー。よし。よかった、いけた。これで、あ、ハートある、ハート。あ、全部ハート、よかった。はぁ。嘆きの迷宮に。ステージ1でこんだけ体力なくなってたら、あ、なんかいる。こんだけ体力なくなってたらきついね。だいぶきついね。ははは。早く来いよ、こっち。へいへいへい。よし。もう一匹そっちにいたよね。ん？あ、ほらほら。おーし。へいへい、来い来い。オッケー。これで、さあ、行こう。さあ、行くよ。どうすればいいのかな？ん？何これ？どうすればいいの？ちょっと待ってね、とりあえず。よいしょ。ん？これは？ここの炎を消せないよね。ん？どこへ向かえ、あ、これ！ちょっと待って。ここにあるじゃん。これじゃない？火を灯す、あ、来たよー、消える床。何？何？何？手前から順番に消えてくの？ちょ、とりあえず、よいしょ。さあ、向かおう。向かおう。なになになに、たどり着ける？あ、向こう側に。そこにも食材ある。待ってよ、待ってよ。お前。よし。あ、で、そこ宝箱もあるね。じゃあ、とりあえずちょっと、ハートはない。ここ灯しとこう。あ、あっこになんか宝箱ある。でも、こっちにも。あゆなが20ルピーゲットー。んで？あの宝箱はどうやって取るんかな？ん？どうやって取るんだあれ。ん？こいつの、あれかな？フックショットを、いや、壊しちゃったんだけど。いや、宝箱にさ、しがみつきたいんだ。しがみつけねえ。これは？あ、違う違う。これで、あれ？いけない。あれかな？この状態で、あ、空気壺のやつ下にいるじゃん。ちょっと待ってね、逆。じゃあこれで、飛ばす。オッケー！いけたいけた。よいしょ。お！なんか今足場が。もしかしてさっきからずっとあったかな？足場。ないよね。よし、じゃあ行こう。これで、ん？あ、どこに行けばいいんだ？あっちか。こっち？ここ。あ、三人で。ちょっと待って、なんか出てきそうだから。出てきそうだから、ちょっと先にハートを取っとこう。ハート取って、んで、ちょっとバラバラになっとこうか。バラバラ、あ、そっか、バラバラでも踏めるよね。一斉に乗ればいいんだ。あー、ほらほらほら。白い奴らってことは、誰でも攻撃ができる。おいしい。ね、なんか、色付きのやつとかたまにいるから。おし。あ、これはなんか1個目だけ足場が出てる。んで。いやー、なんか忙しいね。にえ、にえって言っちゃった。ほらほらほら、色付きのやつら出てきたよ。ちょっと待って、バラバラになっとこうか。バラバラになってからの、あ、あいつね、アームショットで引き寄せた方がやりやすそう。だから、ちょっと。さあ、来るんだ。来いよ。さささささささ。どうだ。あの幽霊もね、引き寄せれたらいいんやけど、まあ、それはちょっと難しそうだから。てか、よし。来い来い来い。へいへい。よし、とりあえず自分の色はやっつけたぞ、緑。よし、これで。あっちにもいる。
次ちょっと赤がいるからこいつで、さあどうだ、これでさちょっとずつなんか、あ消える、こっちにも騎士あるじゃん、騎士、騎士っていう言い方はどうなんだろう、あ青が来た青が来た青が来た、ちょっと待って、恐ろしい。ってことは一旦ちょっと青で向こう側に渡っていっとこうかな。あー消える消える消える、さあ来い、来ねえ、あ来た来た、青、よーしやっつけたぞ、あ怖っ、ギリギリ。これであとはよし、こいつをやっつければ終わりかな。あー危ない、そんなところで止まられてもね、ほら来いよ来いよ、体力が、へい、さあこれで反撃に来るだろう、パタ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 、来ねー、じゃあこいつも渡っとくか、おし、あ待って、向こう赤もいるんだっけ、そういえば、落ちたー、マジっすかマジっすか、おし、ちょっと道の途中にいるのやめようよね、おし、これでオッケー、んで次赤だね、あと赤だけ、どこだ、あっこか、おし、これでちょっとずつ近づいてって、さあ来い、誘導、あーダメだ、ヒャ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 って消えてった、まだ現れてなかった、早とちり、ダメだ、落ち着けー落ち着けー、でこっち一旦渡っといて、ちょっと待って、一旦待とう、ほいからのこう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 、いやー消える、うんダメだ、さあ来い、来るんだ、こっち向きにしか進めないんだよね、なんか向こう消えてってるし、さあさあ、ああそこで曲がるのか、曲がるところを見極めるのがちょっと、あ、てかちょっと待って、上に壺あるじゃん、回復あるでしょ、ないマジでないんかーい、んじゃあちょっとまた行こうか、へい、こっから、あーここね、曲がるところをねいつも間違えるな、あやっつけたやっつけた、よかったー、おし、お出た出た出た、これであの周りは回復かな、さすがに、お、消えるのなくなった。やったね、行こう。さあ、みんな、行くよ。ほい。ってことで、ぽいっと。回復、あったあった。ハート。ピコンピコンってうるさいよ。ほい。は。嘆きの迷宮さん。さあ、きっとこの辺。おし、ハート。あー、ここも。消える湯か。ん？あの辺消えないのかな？いや、消える？あっこの、いや、消えてるね。真ん中の一枚消えてないんかなって思ったけど。めっちゃ消えてるわ。あ、ちょっと待って、先にあいつ引き寄せて倒しとこう。絶対めんどくさいから。届いてないのか、届いてないんじゃないな。当たってないんだな。よし。どうよ。さあ、もう一回。タイミングこの辺、こうし、やっつけた、これでさあ進んでいこう、押してた、でここまで一気に消えて、よし、あここ、あっあっこになんか食材がある、あー一台、押し、ついたついた、んーで、あーまた消えるよー、てか、あいつ。あいつー。ん？あっこになんか足場があるな。でも、とりあえずは。あー、怖い。どういう様子なんやろ。ちょっと、見に行きたいけど、あいつめっちゃパタパタ飛んでんだよね。あ、ここに足場。オッケー。からの、からの。まあ、一旦崩されても大丈夫、大丈夫。とりあえず。よし。あのハート欲しいんだけど。あ、取れた。よかったー。んで？え、んでどこ？あ、あっちか。下？あっこにポイって投げるとこあるね。
ってことで、ちょっとポイッとな、なんか幽霊いるけど、あっこに上にポイって投げればいいのかな、とりあえず。はあ、一気にハートが3つ。待ってくれ。とりあえず、一旦待とう。一旦待って、はい、これで。んで、こっちに切り替えて、ハート。んで、なんかそこに幽霊がいるんだけど、あれはやっつけれないのか？あ、来た来た。いや、物理攻撃めっちゃ効く。んで、こっちの。あー、回復ない。え、で、こっち来たのはいいんだけど。あ、あっこに食材ある。ってことは、これ。え、2段でいけるこれ。ちょっと待ってね。ほい、お、着いた着いた。オッケー、次そっちね。あっちなんか足場があった方よね。あ、なんか足場動き出したよ。ん？動き出したんじゃないのか、もともと？気のせいか。なぜ進んだ、私。気をつけて。気をつけて、私。よし。これで、ん？こいつ下にいるのか。下の段ね。オッケー。え、あれは、なんかね、網みたいなのが一瞬見えたの。網が見えたってことは？とりあえずポイって誰か、あげ、うわ、落ちる落ちる、危ない。あげといて、この二人。てか、足場狭いからね、入れ替えもちょっと難しいんだ。ちょ、とりあえずこっちやっといて、んで、こっち持ち上げて、あ、違う。網があるってことは、アームショットのやつは最後でもいいわけだ。ってことは、こう戻って、この二人で、こいつが下。で、この二人をポイって投げればいいんだね。オッケーオッケー。とりあえず計画的にはオッケーだよ。はぁ。あー、あの二人。なんてこと。またここまでか。嘆きの迷宮3。よし。あ、そっか。満タンだよ、満タン。さあ、行こう。んで、こうだ。よし、オッケー。はい。ちょっと。待って、消える。あ、そうだよ、そっちダメなんだよ。落ちるんだって。さあ、これで、あとは、あれだね。ちょ、君邪魔よ。よし、これで、さあ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 、オッケー。こいつ、こいつどこにでも現れるな。ほい、二段？まさかの、二段じゃなかった、全然。よいしょよいしょ。オッケー。ほんで、あっこはポイって投げていけるところかな。あっこはっていうか、あっこも？いや、ちょっとなんか、ん？大丈夫か？いや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 、友だおれ。ここはあれか。空気壺だな。最初からそれを使え。は。あ、あっこにも食材があるよ。ってことは、こいつを飛ばすんだね。飛ばして、んで、ここでトーテムからの、はい。はい、来たー。まただよ。来ちゃったよー。お、渡れるじゃん。やった。やったなのかどうかわかんないけど。とりあえず、あ、ここも消えるんだね、やっぱり。え、消えてる？あー、待って。消えないで。とりあえず、なんだ？向こう側になんか、ちょっと待って。めっちゃ遊ばれてる感。怖いよー。マジか。ステージ3で。嘆きの迷宮3。
さあ、違う、こっち。あ、そっか、その前にこいつだ。さあ、こっから。ごめん、吹き飛ばした。混乱したの。わざとじゃないんだよ、わざとじゃないんだよ。さあさあ、来い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 、突っ込んで来い。アホだな。よし、次はこうか。落としそう。はあ、なあ。嘆きの迷宮さん。さあ、いやー、もう後がないよー。よし、ここからのほい。よし、現れた。で、こっからなんだよね。ここは足場が出てくれるからいいんだけど。てか、まずそこの白いのも普通にまだいるし。はい、来たー。こいつもまずね、普通にやっつけとこう。で、赤。まずは赤かな。よいしょ。へいへい。さあ、来い。よし、やっつけた。で、次ね。次、赤。赤じゃない。緑。とりあえずそこで入れ替えがしたい。入れ替えというか、普通に下ろしたい。から、これで。来い来い来い。はいはいはい。オッケー。次、青だ。よいしょ。これで青をポイってやっとくでしょ。さあ、狭いぞ、足場が。で、次にこっちが出た時に行こうか。出ろ。さあ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 、これで。これで。おっしゃ、いけたー。よかった。んで、もう消えないよね、これ。え、まだ消えるか。いや、消えない。トライフォース来た。向こう側に渡りたいね。ちょっとお二人さん、ここポイっていける？は、いけたいけた。じゃあこの辺でちょっと、ハートがないぞ。ない。あゆなが50ルピーゲット。いや、50ルピーゲットはいいんだけど。あ、向こう渡っちった。へ。てへじゃねえわ。これで、私が向こうに帰れば、おし。さあ、渡ろう。最後の最後で落ちるなよ、私。おし。オッケー。お、あー、びっくりした。なるほど。あれは何？あ、揃ってしまった。まあ、でもクリアなのよね。嘆きの迷宮4。よし、じゃあちょっととりあえず先に、回復、はっ、ほっ。こっちこっちこっち、はっ、てや。で、一人は上に投げとくかな。とりあえず、避難させておいて、よいしょ。はい、オッケー。じゃあちょっとファイヤーとかを上に投げといたら、有利になるかもしれない。あー、でもちょっと待って。ルピーの部分に投げないと、オッケー。これで。さあ、行こう。ん？あ、全員下に降りないと始まらないパターンっすか。なるほどね。じゃあ、ちょっと速攻で、また。ほい、これで。ほっ。うわ、何あの声、気持ち悪い。てか、何その顔。お面つけてるの。青鬼？やめてよ、青鬼とか。なに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 、え、なんか取り込まれる。あれ、でもダメージ受けてないんだな。あのまんま取り込まれたまんまだったらダメージを受け、いやー、ちょっと待って。こっち。ほら、ダメージ受けてない。長時間になったらダメージを受けるってことかな、なんか。てか、腹筋超割れてない？え？待って、4匹になった。ってことは上からの攻撃だな、これは。さあ、いけい。
当たらねえ。あ、ここ正面にいる。これでこれでやっていけるんじゃない。ほらほらほら、イエイ。あ、ハート取ってしまった。いざというとこに、いざというとこじゃない、いざという時のために残しときたかったんだけど、まあいっか。よし、次こいつ、まあ、次こいつってさっきもあいつだったけど、よし次こいつね。めっちゃなんか高みの見物しながらやっつけちゃってる感じ。あー、ゲージが、ゲージがゼロだわ。よし、あ、できない。あー待って、もう一回。よし、おーし。んで次こいつかな。イエイ、おし、いい感じにダメージ与えれてんじゃないね。ずるい、また。おし、こいつね。なんか猿みたいやね、これ。鬼なんかもしれんけど。よいしょ、結構体力あるんかな。何回ぐらいやったらできるかな。あー、空っぽだ。おし、こいつ当たってない。マジか。あー、マジか。ちょっと待てよー。なんかみんなめっちゃ探してる。あ、やっつけた、一匹。やったね。こんなやっつけ方はありでしょうか。ありだよねー。よし、次こいつ。おし、もう一回いけるね。おし、思ったより楽かな。よいしょ。あー、でもゲージがゼロになって、ゼロになってるよ。おし、いける？あー、当たらなかった。2回は打てるようにしてからやった方がいいかな。よいしょ。こんな感じ。なんかちょっと上に上がった？やっつけた。もうそろそろ下に降りても大丈夫かな。よいしょ。はあ、はあははあ、初めてのダメージを受けてしまった。初。よし、これで、うおー、びっくりした、びっくりしたよー。ちょっと待って、よいしょ、弾き飛ばし、いてててて、痛くはないけど別に。よいしょ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 、どうだ、へい。よし、効いてないぞ。オッケー、あと一匹。最初と同じ状態だ。ううー、あ、きっくるくる。こっちで。は。おーし。望みが。う。ちょっと待ってね。こいつ目悪いの？すごいキョロキョロしてるよね。やった！やったー！いけた。あー、よかった。クリアよね。また来るかと思った。よいしょ。よし、イエイ、は、嘆きの迷宮。何かのエキスと、ポーの魂。ポーの魂が欲しい。何かのエキスだった。まあ、まあまあまあ。あれか、右だった。は、嘆きの迷宮クリア。よかった、ゲームオーバーにならずに済んで。ね。危うかった。第3ステージが危うかった。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。絶対ゲームオーバーになると思った。